ラシーン・マシスは、ジョージア州ナッシュビル出身の元アメリカンフットボール、選手。ポジションは、コーナーバック。フロリダ州ジャックソンビルの高校に通った。同高校には、MLB 入りするブレッド・マイヤーズも通っていた。野球もしており、フロリダコミュニティカレッジ、インディアンリバーコミュニティカレッジから中堅種として、期待され、奨学金のオファーを受けている。NCWA 一部 a 校の、 ベスンクック大学に進学した。彼は2002年に14インターセプトを挙げて、バックブキャナン賞を受賞した。2003年の NFL ドラフト2巡で、ジャクソンビル・ジャガーズに指名されて入団した。1年目の2003年から4シーズン、全試合で先発出場を果たした。1年目は、ストロングセーフティ、フリーセーフティ、コーナーバックとして起用され、81タックルを挙げた。 二年目の2004年からはコーナーバックに固定され2004年2005年の2年間はそれぞれ5インターセプトを挙げた2005年10月16日のピッツバーグスティーラーズ戦ではオーバータイムにトミー・マドックスのパスをインターセプト41ヤードのリターン TD を挙げた2006年の第2週前年のスーパーボールチャンピオンピッツバーグスティーラーズ戦では 第4級にインターセプトを上げるなど、4タックルにインターセプトを上げて、AFC 週間 MVP 守備部門に選ばれた。この年8インターセプトを上げて、初のプロボール、オールプロに選ばれた。プロボールでは、ジャンプベイリーの反対サイドのコーナーバックとして、先発している。2008年1月5日に行われた、ピッツバーグスティーラーズとのワイルドカードプレーオフではに、インターセプト、 一トッチダウンを上げた。12月1日のヒューストンテキサンズ戦で膝を負傷し、故障者リスト入りし、残りシーズンを欠場した。2009年11月16日のニューヨークジェッツ戦で足の付け根を負傷した。2011年のロックアウト期間中、モンテル・オーウェンスらと合同練習を実施した。第10週のインディアナポリス・コルツ戦で全十字人体を断裂。 残りシーズン絶望となった。無制限フリーエージェントとなる直前の2012年3月、チームと1年500万ドルで契約延長を果たした。この年12試合に出場、先発出場は4試合にとどまった。2013年3月、ジャガーズは彼と再契約しない行を明かし、彼はフリーエージェントとなった。8月17日、 デトロイトライオンズと1年契約を結んだ。ライオンズで2015年までプレーした後、2016年2月16日に引退を表明した。4月13日にジャガーズと一日契約を結んだ。ドレッドヘアの持ち主で2011年のテネシータイタンズとの開幕戦では、相手手のジャレット・クックに髪を引っ張られたことがある。ありがとうございます。